こんにちは、ドランスキーです。今回はチャチャ使っていきます。で、ソロで、動画撮ってたんだけど、完全敗北してしまったので、やべえ、完全敗北をしてしまったという動画をね、アップしたら、それが友達を気づいて、友達が協力してくれて、ミラカナを貼ってくれたので、まあできていること。でチャチャ重心化解禁今日来たんだけど、めちゃ強いねこれ。はい、でブロック持ちなんだよね。でエデンでまず使えるのは分かるんだけど、エデン以外ではまあニラカナだったりとか、あとは他どこで使えるんだろう、ブロックと、SS 短縮と、あとは SS 短縮とアンチワープとマインエブが、まあ、ついてるよということで、まあどこで使えるんだろう、まあ、これからね、まあ、いろいろ使ってみて研究していこうと思う。で今回この動画はソロじゃないから、いつもと違う場面が少し多く出るのかもしれないけども、そこはちょっとあらかじめご了承いただければなと思う。友達とね、今回今日、マルチして動画撮ってるんだけど、こう言って、はい。で、まあ、さっきも言ったけど完全敗北してしまったので、珍しくねちょっとニラカナで完全敗北をして負けてしまったので、今回なのでマルチして、友達とマルチして、まあやっているっていうね。なので多分いつもの動画とはちょっとやり方がちょっと違う場面が見えてくるのかも知れないね。僕の友達がこういうなんだショットをしている場面も見えてるかもしれないし、でちなみに僕は、ディルロッテとチャチャで、そして僕の友達がチャチャと、ナイチンゲールで、まあ、来てもらってますと。でチャチャどうしてもやっぱ2体使って、チャチャの今日動画撮りたいからよろしくって LINE 送ったんだけど、でそしたら、まあ、このメンバーになった。そしたらでこのフォーミング、このフォーミングがめちゃくちゃ痛いから早くここ抜けたいね。中ボスに入るとレーザーとかまあフォーミングもそうなんだけども、めちゃくちゃ痛いんですよ。多属性食らうと2、3万くらいは軽く飛んでいく。でチャチャ当たって、下行ってチャチャ当たって、こんな感じで、次レーザーが横レーザー降ってくるから、横レーザー来る前にできれば倒したいね。これはどういくんやろう。オッケー、突破したから、次のニラカナがバリア張ってるから、バリアを壊していきたいかな。こういってバリアは割ってね、おしよしよし。で次が友達のチャチャだから、でチャチャの SS が弱点ん
弱点か、弱点を、全部、出す SS なんですよね。なので結構まあ優秀っていうか、まあ結構まあ強い、まあ使いやすい SS かなっていう感じ。この置いて、上から持ってこい。よしよし、弱点強化だから、まあめちゃめちゃ今後使うんだろうという感じかな。そしたらここも早く抜けたいから、リルロッタ立って、はい、でボス、でボスはとりあえずこのアクアドラゴンをとりあえず友情で倒しておきたいから、ディルロッテでナイチンゲールのあたりは多分おそらくいけるかな。こんな感じで、はい、で次がナイチンゲールだから、でちなみにさっき完全敗北とか言ったけど、完全敗北した時の平からの動画もあるので、よかったらそちらの方も見てもらったら嬉しいです。その時の映像はソロなのでね、いや珍しくね完全敗北したから、いや見事にね今回はやられちゃったね。完全敗北したんで、普段ねニラカナで完全敗北はあまりしないんですけど、今回はなんかちょっと油断したね。なんか今回油断したらなんか今回敗北してしまったっていうね。次のディルロッテで、こういって、とりあえずチャチャ2体当たればなんとかなるでしょう。で、うわ、いって、で、次が、これ絶対耐えれないよね。耐えれない。怖いから撃つわ。であとはもう適当に暴れれば、で次のディルロッテでブーストかけていけば勝ち確。ってな感じでね、今回、チャチャ中心化、使って行きましたと。ということで、まあ、チャチャ重心化もね、まあ、強い。読みとかで、ツイッターとかでね、読みで使ってる人が多いから、読みも強いのかなと思って見てます。ってなわけで、読みにも多分おそらく使っていくと思いますので、読みだったりとか、エデンだったりとかも、明日以降の動画かな、まあ、また動画で、紹介していこうと思いますので、よかったら、わっわー当たらねえ、その当たらないのはあかんよ。こういって、はい、チャチャ強い。